坂中昭夫は、和歌山県生まれの実業家、投資家、一橋大学小学部卒、支店勤務を経て1977年により、公社債部勤務で一貫したディーラー。扱った商品は、日本債券、外国債券、日本企業が、ユーロ市場、スイス市場で発行する転換社債、ワラント債、米国債先物、オプション、日本国債先物、オプション等、 ほとんどすべての債券とデリバティブ。ディーラーではあるが、同時に国内大手機関投資か、国内大手公的機関、海外中央銀行、ヘッジファンドなどの主要顧客は直接取引していた。当時の野村証券は、株式部門、法人部門、投資信託部門などほとんどすべての部門で、業界トップであったが、中でも圧倒的に他社を圧倒していたのが、公社債部門であり、 株式部門の10分の1程度の人数で、時には株式部門の収益を上回ることもあった。また、1985年には約1年間米国に長期出張し、米国プライマリーディーラー資格の取得、及びシカゴの先物子会社立ち上げに関わった。その時数多くの米国人脈を築いた。1987年6月同社を退社。 野村証券時代のノウハウと人脈をもとに外資系証券で主に国内大手機関投資家、大手事業法人などに内外の再建及びデリバティブを設計、販売し巨額の収益を上げる。特に1990年以降はバブルの後遺症に苦しむ国内金融機関や企業に対して大型の案件を数多くまとめるが必ずしも損失回避のビジネスではなかった。 最後のペインウェバー証券を退社するのは、最初から外人と働くのは外資系ノウハウを取得するためで最長10年にしようと決めていたからとのこと。しばらく独立してできるビジネスの構想を練り、1998年にソブリンアセットマネジメントなどを立ち上げる。ターゲットとしたのは日本の上場企業で銀行にも証券会社にも相手にされず当然に、 資金繰りが苦しい企業のエクイティファイナンスを引き受け、海外のヘッジファンドに販売すること。実際は、海外のヘッジファンドが、業績不振の日本企業にも投資できるように、下方修正付き転換社債を作り出した。またその後、新株予約権の発行が認められたため、さらに発行事例が増えた。ファイナンスをアレンジした企業は、明治機械、ジャパンオークションシステムズ、山品。 シルバー成功、ヒューネット、丸石自転車、リキッドオーディオジャパン、オメガ、プロジェクト、ユニオンホールディングス、デザインエクスチェンジ、ケイウォーズ、サンライズテクノロジー、ペイントハウス等がある。後に倒産したり、上場廃止となっている会社が多いが、ファイナンスアレンジしたことで延命できた会社や、上場廃止にならなければ倒産しなかった会社もある。2007年11月に、 証券取引等監視委員会の強制捜査を受ける。容疑は2005年5月に行ったペイントハウスの第三者割り当ての新株予約券の発行で、その行使代金がペイントハウスの資産形成に役立っていないのに、その情報を必死増資が完了したという IR を出して株価の維持上昇を図ったという議決取引。2009年6月に東京地検特捜部に逮捕された。 2010年2月の東京地裁判決は、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、追徴金3億円。元アナウンサーで、衆議院議員の石川香里は娘、ありがとうございます。